どうやって俺たちを見つけたんだ？ SOS 遭難信号を傍受していたら、お前たちの信号をキャッチした。何？なんということだ。レールレス列車をもう商用化したのか。ただのバスみたいなもんじゃないの？タワケン、これはレールレス列車だ。すごい代物なんだぞ。興奮してるとこ悪いけど、これ壊れてるの。私に直せないものなどない。本当？お前たちが科学と共にある限りな。ここをこうして少しずつ手を加えれば、さあ、よみがえるのだ列車よ。アリアさんが残したメッセージとかはない？最初の壁を壊してから彼女との連絡が途切れてしまったの。メッセージはないが、システムに列車の経路はあらかじめ設定されている。今はその場所まで行くのが最善ね。よし、それじゃあ出発しようぜ。私はお前たちについていく。気に入らないという表情だな。自己紹介をするとしよう。私は知識を探求し、それを用いて人類の一歩を追求する者、シアである。かくして壁を分析できる装置を開発したのだ。故に私は断言できる。壁は生きており、組織が組み込まれた有機体だということ。組織？待ってくれ、壁が生きてるってことか？その通り。これは私がお前たちに提供できる洞察のうちの一つである。科学の力でな。これらがお前たちが私を連れていくに値する理由となるはずだ。科学と仲間になりたくないのか？科学は人類を月へ導いた。世界終焉の危機からも必ず救ってくれるはずだ。パーティー人数は多い方が楽しいもんな。だから俺も賛成。ユナはどうだ？もちろん私も科学とは仲良くなりたいわ。だから私も賛成ってことで。歓迎する。こいつは変幻自在な腕を持ってる。ユナは優しい魔法が使える魔女で、そしてこの俺はここでブレイン役を担当している。ん？今腕が何だって？お前は電気周波数を放出している。無線充電モジュールが有効になりました。素晴らしい。お前の腕を糧に私のマシンがエナジーを生産している。科学最高。もっと研究したいな。ダメだ。何をしたの？すまない。私は科学を。素晴らしい。私は嫌だからね。わかった。すまない。それじゃあ、今から出発していいか？
私が列車を出発させよう。最初の壁、人間どもの手に落ちた。だったら私を向かわせて阻止するべきだっただろう。ミナ、お前はここでトーテムを探さなければならない。あいつらが2番目の壁も突破したら、その時はどうすればいい。私たちは変数が起こった場合に対応する。人間の弱さは未知の変数により作動する。私たちのメロディー、お前は彼を取り戻してくれる。そうだな。彼は基地の変数だ。私は何をすればいい。トーテムを探し出し、儀式を行わなくてはならない。それでコアが反応し壁が崩れたと。そうか、ならば私も力を貸せそうだ。壁を壊せる可能性が上がるなら何だっていいわ。その俺たちの力についてなんだけど、もしかして君も何か力を持ってる感じ？ああ、私は氷を錬成することが可能だ。私が目指すべき点を明確に見せているな。冷静かつ合理的なアティチュード。氷の力を持ってるってすげえクールだ。そうだろう？設定が完了しました。よし、これで私のマシンがコアを追跡するだろう。いつも手探りだったのに、こんなに楽してもいいのか？科学最高！次の角を曲がると、もう外。あそこに化け物はいないはず。走り続けるのよ、ミー。前だけを見て走るの。この壁、なんだか不気味だな。そうだな、この壁は非常に興味深い外見的特徴を持っている。ねえ、一人は残って列車を守っていた方がいいんじゃない？はいはい、俺に留守番しろってことね。はいはい。この壁が吸収できる物質の量、驚きだな。おそらくここは産業団地だったのだろう。これらがどのように有機体となり構成されたのか、実に興味深い。危ない。助けに行かないと。お前をしよう。今、ゾンビ行け。
チャンスだ。そこのお前、もう安全だから出てくるといい。ここで何してたの？化け物から逃げてたら道に迷っちゃって。もしやお前も力の所有者か？え？待って、もしかしてユナ、あのポップスターのユナ？あなたたちが壁を壊せるの？その通り。近辺で強力なエネルギー信号を捉えた。きっとコアだわ。ミン、あなた大丈夫？多分。よし。ではお前が逃げ回っている時に巨大な心臓のようなものを見なかったか？巨大な目玉のようなものは？うん。巨大な脳のようなものも？
やっぱり、何でもない。あの化け物たち、すっごく危険そう。私たち、早くここから出なきゃ。あの化け物に気づかれないように、気をつけて。されたの初めてだから、なんだか恥ずかしい。そう言ってくれてありがとう。
ここ、なんだか不気味だよね。早くここから出たいよ。あなたのお友達のシアとユナが無事だといいね。今みたいな時はなおさら、一緒に過ごせるお友達ってとても大切だから。わけじゃないんだけど、私陸上部だったの。世界がこうなってから私たちは生存者キャンプに生活必需品を届ける仕事をしていて、すでに周りのお店の生活必需品は使い切ってしまったから、行ったことのない地域を回ってた。そしたら食料がいっぱい残ってるマートを発見したの。みんな、道を渡った先に薬局もあるよ。私はあっちに行ってくるね。一緒に行こうか？ううん、食料の方が大事だから、一人ですぐに行ってくるね。食料に薬品まであって、私たちは大喜びで。そんな時こそ、もっと気をつけなきゃいけなかったのに。私は薬局に薬品を取りに行ったの。そしたら、1分、2分後くらいに、突然、悲鳴が聞こえて、私が戻った時に、ソヒはもう、ソヒは、私、どうしたらいいかわからなくて、
隠れちゃった。私はメイが化け物に変わっていく間もずっと隠れてた。そんな時、ボナが隠れていた私を見つけたの。そして、ボナと目が合った。その瞬間に私が思ったことは、ボナが私を見ないで遠くに行ってほしいってことだった。私に化け物が気づくかもしれなかったから。だからそのまま、目をつむったの。次に目を開いた時には、化け物も、ボナも消えていなくなってた。あの子たちは私の、お友達だったのに。私は、見殺しにした。私は助けてあげるべきだった。なりふり構わず何かしてあげなきゃいけなかったのに、みんなを守るべきだったのに、でもできなかったの。私は怖くて目をつむっただけだった。ボナ、ソヒ、メイ、その日私たちのチームは終わってしまったの。私は、この帽子をかぶる資格がない。私は。私、もう大丈夫だから、降ろしてもいいよ。Yeah!
あなたたち、大丈夫なの？私は大丈夫。ここがエネルギー信号の発信源だな。すまない、これは傑作だ。私が驚かされるとはな。何？このコアは壁に吸収されている途中のようだ。融合してるってこと？そうだ。そうなると壁の再生速度はさらに速くなるだろう。要するに破壊することがほぼ不可能になるということだ。どうやって止めたらいいのかな？融合を私たちがどう止めるか。方法はたった一つ。これらを壊せばいい。ちょっと待って。これら？そうだ。私のマシンの結果によると、この壁はさらに二つのコアが存在している。コアと壁が完全に融合するまで、私たちに残された時間は11日だ。じゃあ、こんなの早く壊しちゃいましょう。私に任せるがいい。私のプライドに傷がついたぞ。ふふん、いつも通りこのポップスターの出番のようね。壁を壊し、人類はさらに強固な一つとなるだろう。前回はできたのに。やれやれ、ポップスター様が失敗したとは。壁を壊し、人類はさらに強固な一つとなるんだと。うるさいわね。一人ずつ試してみるとしよう。私は多分できないと思う。ミン、お前の考えなど重要ではない。できるかできないか、私たちが知ることが重要なのだ。わかった。やってみるね。壊れた。ミン、よくやった。列車に戻ろう。いくつかテストしたいことがある。集中だ、シア。集中するのだ。お前たちが無事に戻ってこれたようで嬉しいぜ。いや、はじめまして。俺はチャニ。俺はこのチームでブレイン。チームで笑顔と盛り上げ役を担当しているというか、とにかく俺の紹介はここまでにして、君は誰かな？私はミンっていうの。彼女はシールドを使える。へえ、俺の魅力に溺れないよううまくシールドを使ってくれよな。今のは場を盛り上げるための冗談だよ。で、壁で何があったんだ？あのね、ありがとう。おんぶしてくれたこと。あと、強く握っちゃってごめんなさい。あなたの背中のことだよ。背中に強くしがみついちゃって。あ、
そこのことじゃなくて。本当にごめんなさい。私、どんくさくて。あの日、私も化け物と一緒に残るべきだったんだ。あそこが私にぴったりの場所だったのかも。私、何もできなかった。私の友達が死にかけていた時でさえ、何にも。言葉が聞きたかったみたい。あなたってすごいのね。違う、そんなわけない。あなたはいつも反応に困る冗談を言うのね。うん、そうみたい。私のこと、助けてくれてありがとう。あのね、お願いがあるんだけど、聞いてくれる？続いていて、堂々としているでしょ？どんな状況でも、パニックになったりしないし。私も、勇気のある、あなたみたいになりたい。ありがとう。絶対に失望させないからね、先輩。空き部屋はいくつかあるから、気に入った部屋を使ってね。ロビーの反対側の車両は遠慮してくれ。あそこは私の臨時研究室として使うことになっているからな。わかった。私は別の空き部屋を探すから、心配しないで。人が増えると雰囲気も盛り上がるし、なんだか修学旅行みたいだな。私は断る。私、やりたい。集中攻撃してあげる。やろうやろう。私たちがコアを探し出して壊すまで11日の時間だけしかないということを忘れるな。それと、アリアが私たちに残した座標の場所がどこなのか分かったぞ。カフカ研究所だ。あそこは、なんでもない。とにかくストーンが完全に覚醒する前に、私たちはそこに到達しなければならないこと。それをよく肝に銘じておけ。
私はお前についてさらに研究したい。お前の体について詳細に調べ上げられるのは、この世界で私だけだろう。科学の世界に訪れたことを歓迎するぞ。しまった。このようなことをしないよう努力はしているのだが、ついしてしまうのだ。癖というものはなかなか直せないものだな。私は、今まで、その、いたことがなかった。実験パートナー。そうだ。実は私は、今まで誰かと一緒に研究を行ったことがない。ミニオンたちはいたのだが、つまり助手のことだ。それでは始めよう。様々なことが起きている。今はお前の分子をスキャンしているところだ。とても興味深い数値だ。私は大丈夫だ。自己管理はいつも徹底して行っている。実験途中では真摯かつ慎重な態度でいることが望ましい。もちろんそうだ。だが、研究するときは真摯な態度で挑むものだ。よし、スキャン完了だ。ん？おお！その必要はない。私の予想だと、お前の腕が何かしらの信号を発しているようだ。役に立つのかは重要ではない。これ自体が素晴らしい現象なのだ。なんと魅力的な謎なのだ。お前の腕はなぜこのようなことができるのだ。これは GPS の座標だ。何の意味もない、ただの信号だと思ったのだが、はあ、暇つぶしに始めたことだったが、思わぬ収穫だ。あ、間違えた。大変興味深く、研究をするのに最適だと言いたかったのだ。研究者ならば、常にそうあるべきである。だからこそ、私たちはこの信号を追跡するべきだ。もう少し、分析を続けるとしよう。私たち諦めた方がいいのかもしれないわ。どうせ全てのことには終わりがあるのよ。多くの子が死んでいき、悲しんで、そして全て意味のないことなのかもしれない。強固な絆で腕に宿った私の力を強化してちょうだい。私たちにとって今まで以上に必要なものよ。絆の力で壁を壊したことを覚えているわね。そうね。それとチャニとはもっと一緒に時間を過ごすべきよ。こんな時だからこそ昔からの友達は特に大切よ。
Mm-hmm.